はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？お絵かきうまくなろうクラブ花です。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ではですね、今日はですね、絵の練習よりも大切なスキルということで、こちら今日お話しさせていただければと思います。はい、絵を描く以前にですね、私が必要だと思う大切なことについてお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、まずですね、初めに先日のね、エピソードをちょっとお話ししていきます。はい、まあ、先日ですね、私の似顔絵のオンラインレッスンの生徒さんがね、こう言ってました。なかなかね、こう絵を描くスイッチ入れられないんですよね私、というふうにね、こんな感じで嘆いてたんですね。まあ、なかなか絵にね、こう切り替えられない、絵に集中できないということを、ちょっと嘆いて悩んでおりました。はい、まあ、その言葉を聞いてね、僕はちょっと、まあ、素直に、なんでって思ったんですよね。はい、まあ、その言ってないですけどね。はい、まあ、絵が好きでねやってるのに、なんでこう集中できないのかなっていうふうに僕はね、思いました。まあ、たまにね、ごく稀に私もちょっと、あ、今日乗らないなっていう日はあるんですけど、本当にほぼないです。はい、で、まあ、僕の推測では、その生徒さんは、まあ、仕事がね結構大変でね、ハードワークで、まあ、疲れてしまってて、なかなかね絵に集中できないんじゃないかなっていうふうにね、勝手にちょっと思い込んでたんですね。はい、ですがね、まあ、先日、まあ、相方のね後に言われた一言でちょっとね気づいたことがあるんで、ちょっとシェアしていきたいと思います。はい、まあ、まずこの間ですね、まあ、私が筋トレをやっててね、そのジムで筋トレで今リフレッシュして、すごいモチベーション上がってますよ僕っていうことで、こう写真撮ってね、こうジムの写真撮ってアドに送ったわけですね。はい、そしたらアドがですね、それについて、自分のテンションをこう上げるのって大事ですよねっていうふうにこう、LINE で送ってきてくれたんですね。はい、まあ、結構自分のテンションに流されてこうやる気が出ない人って多いと思うんですよ。まあ僕もですけど、わらみたいな感じでアドが言ってきたんですよね。はい、で、まあ、やる気のない自分に負けちゃいけないんですよねっていうふうにアドが言ってまして、はい、これを聞いてね、ああなるほどなというふうに思ったんです。はい、まあ僕はですね、仕事とは割り切って、まあ、自然とこう行ってました。この自身のこうモチベーションを上げて、そこでリフレッシュをして、なおかつそこでモチベーションも上げて、仕事に帰ってくることができてたんですね。はい、まあ、それが筋トレだったんですけども、はい、で、まあ、集中力もねこう増して、さらにモチベーションも上がってるので、こう仕事またさらに頑張れるみたいなこうサイクルが僕の中で勝手にこうできてたんだと思います。で、アド自身は、なかなかそういうのが なかったらしくてですね、まあ、それを聞いてちょっと気づいたんですよね。はい、ということで皆様にですね、ちょっと聞きたいんですけども、絵を描くにしても気持ちがね乗ってこなければ、絵の練習ってのはやっぱできませんよね、集中したりしてね。はい、ということで皆さんは自分の機嫌の取り方やモチベーションの上げ方を知ってますか？はい、まずは絵を描く以外のことですね、自分の好きなこと、箇条書きでもいいので、ちょっと何個かぜひ上げてみてください。まあ、僕であれば、先ほど言った筋トレですよね。はい、筋トレ、そして、音楽ですね。結構まあアップテンポの曲とか聞くと僕はこう結構テンション上がったり、歌のねこう結構上手な人の歌を聞くと結構テンションが上がります。はい、そしてファッションですね。はい、ファッションは僕はいつも筋トレの時に自分のね、気に入った好きな服を着て筋トレをする。まあ、音楽もこの時聞いたりします。こうやって掛け合わせたりするのもかなり大事かなっていうふうに思います。ファッションも、まあ、私服もそうですけど結構好きです。はい、そして食べ物ですね。まあ、自分の好きなものね、美味しいものを食べたらやっぱ、テンション上がりますよね。気持ちも上がってきますよね。エネルギーになりますよね。はい、などなど、結構上げればね、皆さん何個かあると思います。はい、でこれを掛け合わせたり、これをぜひ自分にね、与えてあげることで、自身をリフレッシュさせて、なおかつ次につながる、エネルギー、モチベーションになると思いますので、ぜひ皆さん自身の機嫌をとって、モチベーションを上げて、また絵を描くことに戻ってくるということをぜひね、やっていただければと思います。やってみてください。はい、それとですね、皆様のね、まあ、自分の機嫌の取り方、モチベーションの上げ方っていうのそれぞれ全然、人によって違うと思います。
これね、ぜひ聞かせていただけたらね、面白いかなと思ったので、ぜひ皆さんコメント欄に、どんどん書き込んでいってください。聞かせてください。お願いします。はい、ということで、これからも絵を描くことの楽しさ、面白さをぜひ共有して広めていきましょう。よろしくお願いします。それでは、本日はこれぐらいで終了となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。